鈴木太一は、日本の映画監督、脚本家。東京都出身。M、A フィールド所属。東京都江戸川区出身。早稲田大学、第二文学部卒業。大学卒業後、演舞ゼミナール映像コラボレートコースにて映画を学ぶ。演舞ゼミナール卒業後、映画監督、篠原哲夫に指示。フリーで、映画、PV などの助監督を務める傍ら。 ホラー DVD、回帰、アンビリーバブルシリーズ等の演出を手掛ける。2009年から株式会社 MA フィールドに脚本家として所属。劇場用映画やテレビドラマの企画に携わる。2011年夏、3分11秒の短編映画、ベージュを制作し、311仙台短編映画祭、映画制作プロジェクト、明日に参加。 2011年秋、B.S. スカッパー。開局記念連続ドラマ、王、デビュー、主演、八田明子の第3話にて、脚本家デビューを果たす。2012年、初の長編映画、クソガキの告白で、映画監督デビュー。24時間チラシ配りマラソンなど、独自の宣伝スタイルが話題となる。以降、テレビドラマ、CM などの監督、脚本家として活躍。 テラスハウス表、島田遥香表、テラスハウスは、敗者の味方、俺のアフターコロナなどのコラムあり。2020年、動画、タイチズーム制作タイチズームボリューム1ボリューム2、ボリューム3ボリューム4短編映画。ありがとうございます。